ちょっと今回はですね、都市伝説のちょっとお話をさせてもらいたいんですけど、はい、あくまでもこう都市伝説ですんで、まあ、話半分というかね、都市伝説という角度で聞いていただければ幸いなんですけれども、これね、何の都市伝説かと言いますとですね、まあ、一部では有名な都市伝説なんですけれども、服部半蔵というのは忍者のね、末裔なんですけれども、服部半蔵の正体はっていうようなことがですね、都市伝説になってます。服部半蔵の正体は、もうこれ、結論から言いますと、服部半蔵の正体は、奥の細道でも有名な松尾芭蕉やったのでは、というようなですね、都市伝説がありまして、これ根拠がね、面白いですね。まず第一にですね、松尾芭蕉が奥の細道を、まあ、これ全国をこう回ってこう俳句を作るってことですかね。でこの時してた、年齢が40いくつだったかな、42、3か、まあ、40代半ばか、そういう年齢で、まあ、要は全国をこう旅しながら俳句を書いていたと。でこれをね、奥の細道から計算してどのくらいの距離を歩いていたのかというと、1日42キロぐらい歩いていたと。でね、その当時の日本人の平均寿命が50歳ですね。50歳の平均寿命をやった時代が、42、3の人が、まあ言ったら老人ですよね。今では42、3というのは若いですけれども、まあ当時で言い出したらですね、まあそういう、寿命が平均寿命50歳の時に40いくつっていうのはもうね、だいぶ高齢ですよね。実はね、もう高齢。だからこう、そんな高齢の人がですね、今みたいな整備されてる道じゃない中をですね、歩くっていうのはこれ至難の業ですよね。まずこの体力的な側面。で、そんなね、健康な老人がその時代にいたのかっていうようなことにもなってきますし、はい、まあ、この一つがまず、そんだけのことを補える体力のある人という形になってくる。はい、でもこれは、まあ、言ってしまえば、まあ、服部半蔵じゃなくても、そういう忍者っていうのは他にもいましたから、はい、まあ、そういう人が、やっていたのかもしれないという。もう一つの理由はですね、服部半蔵っていうような、ことやというような、まあ、分析という形になるんですけれども、なんでかって言いますと、当時の時代ですね、まあ、江戸時代なのかな、江戸時代か江戸時代の前ですよね、はい、その時代っていうのはですね、まあ、歩くっていうだけでもね、要は一つ一つこう領土がありますんで、はい、その領土っていう一つの部分にこう関所があるわけですね、はい、だからこう、勝手気ままにこう歩いていって全部を回るということすらできないんですね。この一つ一つの領土に関所がありまして、はい、でその関所を通るには、まあ、通行手形だとか、はい、まあ、あるいはこう、まあ、ね、偉い人から、お役御免というか言いましょうかね、まあ、通っていいですよっていう何らかのこう証しがないと通れないんですよ。まあ、こういうふうにこう渋滞になってますんでね、まあ、関所を通るのに。だこれ一つに関してもこう関所、まあ、フリーパスのようにですね、通れるぐらいの有名な人が必要なんですね。それがですね、それが服部半蔵だというような決定的な、ひょっとしたらっていうようなね、理由になっているんです。はい。何かと言いますと、服部半蔵というのは、徳川家康にこうね、莫大な、こう、戦果をね、徳川十六神将の一人でありますように、服部半蔵という、そういうようなことになってまして、はい。まあ今のね、半蔵門っていうのも皇居ね、これ江戸時代からあるもんですよね。そんぐらいこう、半蔵っていうのは、服部半蔵っていうのは、徳川家康に、こう、尽力したというようなことで、服部半蔵の正体は松尾芭蕉なんではないのかなと、こういうようなことが噂されています。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン。チャンネル登録よろしくお願いいたします。